ひどいでしょう。それで無理やりお金を払わされたんですって。怖いわね。うちへ来たらどうしましょう。相談できる人がいるといいんだけど。どうしたのハチ。ハチ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 188。ああ188。そうだわ、188に電話すればいいのよ。消費者トラブルで困った時は188へお電話ください。あんた喋れるの。